ます。一人万発でございます。晩秋の金沢でございますね。とはいえ非常にあったかく上着なしで今日やらせてもらってますが、これ何、放送通過オンエアになるのは12月末とかなの。ああ、じゃあ2019年令和初年も終わりなんですけどもね、今年も負け越しました。大幅に爆発的に負け越しております。あね、理由はね、いろいろ自分の中で分析できてるんですよ。僕の場合はね、一つはあの撤去間近だっつんで、あのもうひどいあの状況のあのせいやとか、ああいう昔のやつをゴリゴリ打ってまして、そら出ねえわなっていう。それで引けてるんで、引けてないんだから負けるときはでかくなっちゃう。それがその1。もう一個はね、まあ新基準とかも新しめの機械も打つんですけど、大変にあのこうリターンがなくなってますよね。お金の入りは遅くなったんですよ、確かに。ただ当たった時に一発がなくなっちゃって、クオリティ的に足りてないっていう台をしつこく追ってたら、それはそれこそまた負けますよねってことになるんですよ。その合わせ技でっていうことはね、まあ、僕の中では、大体整理ができてまして、ってなるとですよ、どう打ちゃいいかっていうことになってくるわけですけど、やっぱりね、これも永遠昔から言われてるんですが、やめ時だろうなと。メリハリやめ時です。攻める引くのメリハリと、いいとこでパッとやめれるっていう。あのパチンコやスロットの場合、期待値がついてくる台は、追った方がいい。これはね、正論だし正しいわけですけど、そういう状況を確信して追いかけられるっていうことはあんまりないでしょ。だいたいふんわりと、まあマイナスじゃないけどなとか、多分上だと思うけどなみたいなことで、それが裏めった時に追いすぎて戻らないことっていうのは多々ある。なんでね、まあ、あの皆さん理論武装、知識武装して、もう最初からこういう状況ではいけるっていう分かってこう追う人が最近増えてきて、非常にいいことやと思うんです。いいことやと思うんですが、その、まあ、負けも含めてのパチンコスロットっていうこともこれまたね、動かしがたいエンターテインメントの魅力でありまして、まあね、そこをこう割り切って運に身を預けてへこんだり増えたり、でも負けすぎてやばいから今日は頑張ろうとか、ね、つまらんけど上やから頑張ろうとか、なんかそういう、こう身を任せた上でそこに対して行き過ぎた時に自分でコントロールできるような、そういうリテラシーっていうのを養ってもらうと非常に楽しくやれるもんだとは思いますよ。なのでね、もっとこう長い趣味でやっていただきたいんで。若い世代がだんだん減ってるからさ、もうこのおじさんがどこどこ行き切ったところでね、若い人が入ってきてくれないと、もうあのジャンルとして終わってしまうわけですよ。っていうのは、いろいろこういう今いらんこと言ったでしょ、たくさん大のことじゃなくて、いらんこと言ったでしょ。こういうのを本にして、ヤングさんとの対談本にして12月の末24日クリスマスの日だと思うんですけど、イブの日かな、発売になってるかなったかぐらいだと思うんで、ぜひ読んでみてください。ちょっとね、当初の予定からページ数ごっつい増えちゃって、予算かかって値段2000円ぐらいせなあかんかなってか、1500円でギリいけますみたいなことになったんで、買ってください。予定の部数の倍売れても赤字なんで、僕が何の得になるかっていうことなんですけど、まあ、こういうのも全て、まあ、僕らこうね、長年30何年やらせてもらった経験と、あとまあなんつうの、得たものっていうのをこうお返しして、で我々のまあ決意表明ですかね、パチンコとともに我々は一生朽ち果てるまでやりますよっていう、そういうことなんで、呼んでいただけたらと思います。今日はまあまあ調子いい。昨日はね、あの夜の神奈川寺をこうね、ランニングして、ああいいなーって言ったかな。でちゃんと7時間ぐらい寝たんで、もうすごい元気いっぱい。こういう時はパチンコ出てくれないと台無しになるから、今日は漆黒です。メインです、もうこのお店の。勝ったことはあるけど、めちゃくちゃ勝ったことないでしょね。やっぱ3万発が1回出したいじゃんっていうことなんで、今日はね、気力体力とも満ち満ちております。ただ財布だけない、昨日5万負けてますからね、財布だけちょっと足らないですけど、ささっと当たっていいお見せして、あパチンコいいなと、パチンコの良さをお届けしていきたいと思っておりますんで、お付き合いよろしくお願いします。1万発でした。ババーン、頑張ってみます。いいね、白の漆黒。金沢の漆黒はもう安定的にいいからね。
しばらく触ってない。いやずーっとこれ打ってりゃこと足りてるんですけど、まあっていうわけにもいかないじゃないですか。いろんな台をね打って打ちたいじゃないですか。おお、なんかブルブルしとんじゃんお前。何ブルっちゃってんな。うん、最初の声援は非常によろしくないスタートでした。まあまあ下村から入ったら後の印象がいいからさ、何事もそうよ。初対面の印象は悪ければ悪いほどいいんだな。最初はよくてね、こうやっぱりがっかりとか、ああ買いかぶってたなみたいな、より印象悪くなるだけだったらね、ゼロスタート、むしろマイナススタートでいいよ。そっから意外とやるじゃん。だと同じ平均点でも印象は全然違うからさ。僕はそういうのをね、対人関係においても重視しとる。あのね、パチンコは回転率が大事ってみんな分かってるから、試し打ちをするじゃないですか。一応こう釘を見て1000円にあかんよ言っときますけど、本当に意味が分からんから。先日窓曲げ打ったんですけど、いやーいまいちだなーって、ずーっとちょっと足りないなーともずっと打てたんですよ。そしたら多分1万発以上打ち込んだ後、周りが上がって、そっからずーっと落ちなくなって、だね、結構こう波割とあるんで、早見切りっつうのはもったいない。だからやっぱ縦の比較ってなってくるんですよね。並んでる台同士で比べるんじゃなくて、その打とうとする台の昨日がどうだったかみたいな、その前がどうだったかっていう、そういう比較していかないと。でその昨日おとといっていう日の回転率に加えて、今日こういう状況だからこれぐらい上がってるかなみたいな、こうでやらないと全然ダメ。どう両断緑かな、緑でしたね。お、乗り終わった。まだでも足りんな。あー、これ最終形だ、残念。まあ頑張ったかな、やる気見せてくれたね軽く。あ、刑事のあの次の刑事すごいよね、枠がばっかじゃねえのみたいになってますよ。ドガーみたいな、めっちゃでかい槍ついとるやん、ね、槍かろうそくか分からんけど、そういうのババーンついてて、いやいかつい感じの見た目になってて、なかなかですよね。いや刑事シリーズもね、多分当のニューギンさんもここまで仕上がると多分思ってなかったでしょうね。ニューギンといえばってなんだろうな、真っ先出てくる台、僕もうぐっとあの古くなっちゃう、ニューギンの台って出てくるの、まず出てくるのがね、台風、知らないだろうな、ハネモンですよ。あの当時として画期的だったんですけど、落としが一個戻しやったんですよ。緑でいいね。台風の話はまた後でしよう。鼻から緑なんで、これちょっと育つ期待を、これは疑似連あると思うんだけどな。え、ないっすか。あ、ないっすか。はい、残念。100回転釣りました。動きがなさすぎですよね。あかん、ちょっと大道するわこれ。いろいろありましたけど、いろいろ紆余曲折はあったんですが、まあ17個やなこれ、多分ちょっと足りんっす。
朝言ったメリット針を考えるとこれはね打っちゃいけんと思います。まだ選べる状況だから少し放浪の旅に出てくる。なんか微妙に20個とか30個とかみたいに回してるっていう。ちょっと癖あんだよな。パクリー命の左が上げ出し。さあ、2台目です。1台目がねちょっと微妙だったんで移動です。さっきよりは全然いいと思う。いいねこう移動して、おやっぱいい台見つけられたってなったら気持ちが全然違う。さあ最終戦まで行ってくれたらいいかな。大体ここで終わるんですよ。予定調和すぎか。あやべ1万円ないかこれ。すごいお金が入ってる予定だったら全部1000円。やべマジかよ。1000円ずついきます。やべ昨日負けちゃったからね。緑スタート。いいね。おお金タイマーブルブル、金タイマーブルブル3つ。これでね金とかになってくれたらいいんだけどな。花に行っちゃったらちょっと残念やな。3、2、1ドン。花かーい。でもなんか2人いたよ今お待つと。軽く残念かな。いやいやここから成り上がりあるからね。あ、いいよいいよ。どこどんどこどん。で最終形。あー色ついてほしい。残念。なあムカつくな趣味なあいつ。一番憎まれキャラですよね。まあ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 ね、ベカベンっていうたびにちょっとグッとくるから。金継様はどちらに。おおおおおお、いきなり金出た。金ふすま。あーマジかよ。なんか微妙やなおい。キセルいいよいいよ。あーいい。ちょっと足りんかもな。うん金スタートはねぬからび喜びになりがちだから。中身ある金は後に続くからね。最初だけ頑張った金でした。静かかよおい。すっげえ負ける気すんだけど今日。嫌な立ち上がりすぎでしょこんな。でなんだかんだで確率分ぐらいもバンしとるからな。やばいよお前。ああこれ行くけどいまいち燃やるやつや。
こまでは行くんだよ、行くんだよ。ああ結果同じ展開やな。あ、これで仕上がりになったかな。もう一つ欲しいな。外れるんかい。あ、今日初当たりそうって思ったの。当たってもいいかなぐらいか。もうお金がなくなりつつあります。まあ先ほどよりいいんですけどね、思ったよりもちょっと落ちたな。20個ちょっと足りないかな。まさかこんなことになると思ってなかった。見せ場ないまま金がなくなるっていうね。よし一回休むぞ。ごめんな、前半戦なんもなくて喋ることもねえんだ。別にの話に喋ろうか。やめとかやめとか、そらあかんやろ。よし行こう。